風の角度が一気に追い風に変わっている水面上、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。角度が変わった風を読みながら今スタートしました。1番、3番、4番、6番と4艇高タイミング1号艇ダッシュが引いた。インド1号艇花田、6コース6号艇出てきた。池永太でありますが3号艇先まくり宮崎龍太郎、6号艇まくり差し展開も6号艇少し前の後席をなぞった池永、バックへ入って1号艇の花田和明が押し切り成功であります。3コースから強気に先に行った3号艇の宮崎龍太郎のイン4号艇の鍵薫、開いた6号艇の池永太、2号艇も絡んでいったコロサワ、3号艇2番手ターンの宮崎龍太郎の外6号艇の池永太、おっと一手残念ながら転覆アクシデントがあったか。なお残念ながらお知らせいたします、4号艇の鍵薫選手が転覆アクシデント、高浜篠崎溝口、奥に東本、三浦、新田の戦い、枠番通りの3対3です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2番、4番、おっと4号艇これは少し早すぎる。間2号艇の篠崎技足が効いた、先まくり先制攻撃、バックへ入っています。なおただいまのスタート問題があります。4号艇の東本選手、4号艇の東本選手はフライング、4に関する投票権はすべて返還されます。離れで4号艇の水間が若干抑え込まれて前方気味にボートを持っていくような体勢なのか、ガマゴーリ市長杯争奪ガマゴーリトトマルナイト特別ファイナルは珍しいオール福岡対決とはなりました。伸びるメンバーシャットアウトで全速逃げのイメージで登場ですが中田達也です。昨日からは足元目の調整さらに強化で、あとはテクニック勝負の篠崎元氏、直線番長、仕上がれば攻撃一辺倒の池永太氏です。置かれ気味からつけ直したならばスローに合流してくるか。今日は1日かけてペラをやり替えましたが4号艇の水間敦氏、外には5号艇、実戦足、さばき安定感ならば中辻隆人、そして6号艇の別府正幸、本人手応え良好とばかりに久々の一発狙いですが、結果的には4号艇がつけ直す水間がスロー3に合流、角の4コースで池永太し、5コース、中辻隆人で最アウト6号艇の別府正幸です。インの中田もどうやら小回り横です。伸びる池永4角、1番、2番、4番、3番、5番、6番の進入です。優勝戦スタートしました。3号艇池永トップタイム、1番、4番打者引いて4号艇の水間も抵抗、4号艇の水間が先まくりか、3号艇まくり刺す、切り込む池永太し突き抜けるバックへ入った。1号艇の中田が踏ん張っている後方から5番、6番と中辻、さらには別府正幸、前提スターター正常でした。本番は4角、4号艇が先に攻めてまくり出しをシャープえぐっていって3号艇の池永太し、別府を回して1号艇切り込む中田達也、3番手は5号艇も登場する中辻でありますが、その6号艇の別府正幸少し前へ覗いてまいりまして、上位は3番、1番、6番の体系であります。突き放してバックへクリアする3号艇の池永太から1号艇の中田達也、5号艇潜り込んだ、うまくコンパクトターン、逆転中辻。6号艇の別府は回して切り込もうと思った瞬間、実にコンパクト、5号艇の中辻逆転があった。6号艇の別府の甲から2号艇伸び上がる篠崎、ラスト4号艇の水間という展開であります。ボートがホーム構成返されて、上位は3番、1番、5番の体系で大時計前を通過していきます。本番は水間が遅れて付け直して、4
4コースの角となりましたが、3号艇の池永太、揺さぶりをかけるかのような高ダッシュ、そしてまくり出しシャープにえぐっていきまして、得意のガマゴーリ、前回からは完全に流れを変えましたが、ガマゴーリ今年2回目の優勝、2回目の優勝はいずれもガマゴーリとなりますが、3号艇の池永太、中田はそれでも諦めず最後まで追っていく。3番手は道中逆転で5号艇の中辻隆人、最終コーナー回ったえぐる1号艇、それでも突き放す3号艇の池永、最後に伸び返してくる。先頭3番の池永太、優勝の五輪、最後まで追ったが1番の中田達也、2着3着5番の中辻、6番の別府、2番の篠崎、4番の水間、五輪。優勝戦第12レースの確定、1着3番、2着1番、3着5番以上です。小回り横あたりから1号艇のイクラ、角には4号艇の竹本、伸び気味ならばウド、1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。1号艇のイクラがトップタイミング、4番、6番でありますが、3号艇真ん中から3号艇の宇野が行くのぞいてくる。まず1号艇コーナー線でのイクラ、3号艇果敢に行く、宇野博之ターンが流れて、おっと候補残念、5号艇の中野喜一転覆アクシデントか、2番手争いは可愛か宇野か、前提スタート正常です。残念ながら5号艇の中野喜一選手が転覆アクシデントに、よく雲が広がり日差し隠れた状態、風が止まってほんのかすかな追い風に変わっているが、予選の第3レース本番は下り3対3、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇の亀山、3号艇、おっとこれは2番、3番あたり早めか、1号艇の大沢先手を取った、さす2号艇の亀山バックへ入っているが、残念ながらスタート問題があります。このカードは2艇が残念ながらフライング、2号艇の亀山、3号艇の高橋、この2選手はフライング変換欠場、2と3に関する投票権は全て変換されます。本番インは100起こしで福島です。4番、1番、2番、3番、5番、6番です。スタートしました。1番、2番、3番、3艇好タイミング、4号艇少し伸び返し気味でしょうか、3号艇の大型が肩から出てくる、1号艇つけ回る、4号艇ブロックの狭間、2号艇狙って浜も、おっとあった、ここ残念ながらアクシデント、なんと福島勇気、何が起こるかわからない、これシリーズリーダーといえ存在、4号艇の福島優輝、これは妨害失格、煽りを食う形、3号艇の尾形も好ダッシュを決めていたんですが、4号艇の福島が妨害、3号艇も煽りを食う形で失格に敗れます。当然枠なり進入固定です。タイミングを修正、進入固定スタートしました。5号艇の伏見俊介、3番、4番ショット警戒で1号艇の機械も出しが引いた、5号艇伸びてくる、4番、5番叩き合って1号艇も抵抗、狭間を3号艇、6号艇、2号艇あたりバックへ入ったが、3号艇の加藤啓太のまくり出し、1号艇の機械がこらえ切るか、バック中間ポイントは1号艇の方がじんわりと出てきている雰囲気、前提スタート正常でした。3号艇加藤啓太潜り込んでいった、おっと手前で1号艇ふわふわしているが、出口ですっとかかれば抜けてくるか、3号艇うまく回った、3号艇の加藤啓太、1号艇の深い入り口、
吹かし上げながら、やはり鈴木幸男が前方気味にボートは持ってきてはいます。向けました3号艇の鈴木幸男です。金田聡が2コース、黒井達也が3コース、外寄り向かって5号艇の佐竹恒彦、6号艇の亀山正幸です。前レース負傷した1号艇の福島選手が欠場を変換によっての5走立ての戦い、本番は河合が動いて1番2番4番予想取り3番5番6番の進入です。向かい風に逆らいながら進入です。一般戦談義です。スタートします。さあセンター勢4番3番あたりちょっと警戒、片倉3号艇4号艇抵抗反発、2号艇も伸びてくる、4号艇の河合がまあ来る、5号艇前が詰まる感じ、3号艇の太郎6号艇切り込んでいてバックへ入ったが、4号艇地元の河合光弘がまくりを決めています。5号艇の浦田信義が2番艇、3号艇僅差で3号艇の竹本大樹が追撃、前提スタート、おっと3号艇寄せるが前詰まり、6号艇切り込む旋回、外から2号艇の鈴木孝明ホーム構成変えたが、6号艇谷口うまく3番出らずに混戦は捉えまして、4番5番6番に変わっています。おっと3号艇切り返す、6号艇谷口はこれをかぶせて抑えに行って、3号艇外へもう一回ボートを出しに行ってバックへ次々に入りましたが、おっと2号艇は3号艇と少し手前で接触あったか、アンラッキーか、6号艇の懐に3号艇の竹本が入り込んでいる。残念ながら2号艇の鈴木孝明選手少し手前で接触あったように見えたが、転覆アクシデントすでに90の鈴木幸男、起こしは85あたりか。インコースから3番1番2番4番5番6番です。先発戦10レーススタートしました。1番2番4番と3艇交代、おっとこれはやや2号艇が出て出気味か、開いて2番4番バックへ入っているが、残念ながらスタート問題があったか。残念ながらただいまのスタート2号艇の加藤啓太がフライング、2に関する投票権は全て返還されます。生が久々に戻り、戦いにも熱を感じた一節間、蒲郡市観光協会会長配送立つ蒲郡紫陽花特別いよいよファイナル優勝戦を迎えています。ポールトゥーウィンで一気に決めたい一番人気は松尾満です。高額版からインドリです。今やさばき魅力をぐっと増すセクシーに2コースから迫るか、地元の磯部誠です。揺るぎのない抜群の信頼度、スタート覗き気味からプレッシャーで新見圭一、出足転下と調整作業を施しながら攻撃の起点と果たして勝つのかどうか、角狙いで深い年下です。かかり乗り心地、ここ一点に今日は集中いたしました。展開を捉え切るか、原田秀也サイアドロックコース調整模索も当たり始めて最後はという、蒲郡勝率は驚異の 8.5 へ、存在は金田聡です。枠なりです。松尾満、磯部誠、新見圭一、角4コースに深い年下原田秀也がここサイアドロック王艇の金田聡です。最後は西寄りの風、向かいの風、時折やや1番2番3番4番5番6番の体型です。優勝戦12です。スタートしました。1号艇の松尾がトップタイミング、並んでいる2号艇磯部、人気の2人、まずは1号艇の松尾満コーナーきっちり回り切るが、2号艇の磯部が脇を狙ってバックへ入った、押し切り成功、1号艇の松尾満、3号艇外行った新見、内を切り込んで5号艇の原田、さらには4号艇の深いの方が少し伸びて追いついてくる雰囲気も、2番手は3号艇新見、引走後1号艇の松尾、前提スタート正常でした。トップで回った1号艇の松尾満、4号艇寄せる、深いおつけろ潜り込む、3番4番叩き合って5号艇切り
込む。原田秀也登場。それでも向いてから4号艇の深井の方が少し出てくるか。5号艇の原田も今日は何やら混戦捉えきるだけの雰囲気にマッチングか。4号艇の深井が少し追いついてくる雰囲気。5号艇の原田秀也この勢いを感じる。変化手前できっちりボートを向けた。切り込む。バケ入って5号艇の原田秀也さばいた。4号艇の深井が3番手、3号艇の新見圭司、5番6番と磯部に金田が続いています。もはやぶっちぎる状態に持ち込んで独走態勢。陰圧勝で1号艇の松尾満、5号艇の原田秀也が2番手ターン、3号艇の新見コーナー先に回りに行ったが4号艇切り込む。深井と新下がさばいて現在は3、4艇新先行で1番、5番、4番上位を形成であります。向かいの風が若干強く急に流れ込んだがスタートもきっちり読んでいってゼロ台踏み込んだ1号艇の松尾満逃走態勢。5号艇の原田秀也が2番手、4号艇きっちり待った深井。ここでリードを広げたか。1番5番4番上位を形成であります。一歩一歩前進進化で3月丸亀で悲願の初優勝勝ち味を覚えてもう一本加算と一気に飛躍の近況であります。まもなく初 A1 の看板で自ら上の舞台の道を切り開いていきたい松尾満。デビューから2回目の優勝見えた。先頭1番の松尾満優勝のゴールインおめでとう。2着で5番の原田です。4番の深井が3着、3番の新見、6番の金田、2番の磯部ゴールイン。優勝戦第12レースの確定、1着1番、2着5番、3着4番以上です。